次は地元警察署下行警察署からのお知らせです。皆さんこんにちは。京都の玄関口を管轄する警察署下行警察署から皆さんに今日は貴重なお時間をいただいて、部活の交通事故防止そして特殊詐欺被害防止のことについて簡単にお話しさせていただきます。自転車、便利で手軽な乗り物です。しかし4件に1件の交通事故が実は自転車が関係する事故ということで、自転車の利用者この中にもたくさんおられると思いますので、今日改めて皆さんに安全利用のポイント5つプラス1つ6つのお話をさせていただきます。それでは今日はカラーガードの皆さんにもお手伝いしていただき、ポイントまず1つ目は、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車はあくまでも車の仲間、左の端っこを走ります。端っこいう中ね。はい、2番目、車道は左側を通行。その通りです。左側通行、中でも自転車はスピードが遅いので必ず左の端を通行してください。では3つ目、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。あくまでも歩道を走るときは歩行者優先ということで、自転車歩行者専用の標識があったり走れるときもありますが、歩行者をあくまでも優先してください。では4つ目、安全ルールを守る。はい、ということで自転車には本当にたくさん交通ルールがありますが、一人一人の心がけ、ルールを守ることがとっても大切です。5つ目、子供はヘルメットを着用。はい、ということで子供はヘルメットを着用、頭が一番重たい、こけた時に一番損傷するのは頭部、頭を守ることが非常に大切です。この5つが自転車安全利用法則、そしてプラスアルファ、皆さんにも気をつけていただきたいことはこれです。駐輪時は2ロック、大切な自転車盗まれないように鍵をかける、できれば2つのロックをお願いします。ということで3つのポイントをお知らせしました。ありがとうございます。風がきついのでバタバタ言うてますけれども、次に特殊詐欺被害防止についてお話しします。はい、実はですね、先日もこんな事件がありました。下行署の池谷です。実は特殊詐欺の犯人を逮捕したんです。その中の報酬リストにあなたの名前があったんです。そう言われてドキッとした方は、犯人の言われるがまま家にキャッシュカードを取りに行きます、無効にしなければなりませんという話で、信用されてキャッシュカード、そして暗証番号も教えてしまって、その後お金を引き出されるという事件が発生しています。警察官が絶対にキャッシュカードを取りに行く、通帳を取りに行く、ハンコを取りに行くことはありません。絶対にありません。ですので、あれおかしいそう思ったら必ず警察に連絡してくださいということを、今日簡単に2つのポイントとしてお話ししました。今日は貴重なお時間どうもありがとうございました。下行警察署からのお知らせでした。